みなさんこんにちは、ヨンジョンです。今日は膨らむケランチムの作り方のコツを教えたいと思います。失敗した方も多いと思うんですけれども、私と一緒に作れば、一緒にコツをつかめば誰でもできます。流れやレシピはコメント欄からブログをご覧ください。早速始めます。皆さん、いきなりコツいきます。やっぱりお皿って大事です。今みたいな戸鍋が必要なんですけれども、まあ、ちっちゃいものがいいので、100円ショップの1人前の戸鍋とか、あと駅弁とかにタコ飯が入ってる、こういう戸鍋のお弁当あります。そういうの取っとくととってもいいです。私は韓国の戸鍋を使ってやりたいと思います。卵は4つ、だいたい皆さん M サイズとかミックサイズの卵買うと思うんですけれども、ミックサイズって大きさがバラバラですよね。その中で皆さんが見て大きなものを選びます。じゃあ、いろいろ具なんですけれども、今日はシンプルに人参と、あと小ネギ入れますけれども、いろいろやってます。たまにはスパイキムチを刻んで入れたり、あと味付け海苔入れたりもしますし、カニ風かまぼこもよく入れてますし、まあ風邪などひいた時には長ネギとかもたっぷり入れて作ってます。じゃあ早速卵を溶かしてやります。一応溶かしたありますけれども、まあ普通に泡たたきとかあればもっといいんですけれども、なければ普通の箸でいいです。もちろんよく混ぜてください。網とかにこす必要はありません。じゃあこれを入れます。ここからまたコツに来ます。皆さん、次はだし汁なんですけれども、だし汁は何でもいいです。煮干しだし、あと私は今日カツオだしなんですけれども、本だし溶かしてやってもいいですし、皆さんもよく知ってる韓国の旧だしだのを粉を溶かしてやってもいいと思います。そのコツ2なんですけれども、鍋の形皆さんみんな違います。その中で卵を4つ入れれば、あの半分に一緒には卵になるようにしてください。あとだし汁なんですけれども、鍋の1センチぐらいを空くぐらいまで入れます。もう分量通りにやってもいいんですけれども、まあ、ちょっと不安って言えば、皆さんと私の鍋の大きさとかが違いますので、一つ卵をどんな鍋でも半分ちょっと上までやっていただくこと、あとだし汁はどんな鍋でもこの上から1センチぐらい空くまで注ぐこと、これ守っていただければだいたい 80% 成功率は上がっていきます。でこれもよく混ぜます。もう一つの皆さんに、ボーナスポイントといえばボーナスポイントなんですけれども、卵もだし汁も冷たいものを入れた方がぐんぐん上がっていきます。じゃあここにもう全部入れます。皆さんにもう一個準備していただきたいのが、こういう蓋なんです。お茶碗ですね。カラスのボールでもいいと思います。ここに入るぐらいのものになるともっと綺麗に膨らみますので、こういう蓋を用意してください。じゃあ火かけます。最初は強火でもいいと思います。土鍋から火が通るまでちょっとかかりますし、すぐ焦げたりするものではないので、火をまず強火で、私は大体ずっと強火でやりますけれども、皆さんちょっと不安な方は中火でも大丈夫です。でこのままずっと熱を加えながら混ぜていきます。まだ固まってないので今ちょっと休んどいてください。あと皆さんにもう一つのおすすめが、こういうちょっと長いスプーンがあると手首とか熱くならないのでとっても助かります。ちょっと火が通るまで待っててください。1分半ぐらい皆さん過ぎると少しずつ固まってきます。鍋の外、内側の壁とか特に床の方がよく焦げますので、こまめにここに取るようにします。まだ水っぽいですので、たまに今はここに剥がして塊を取ります。
で、これがどん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 早く皆さんやらないと、まあ、少し茶色く焦げるのは韓国の人はそこをご飯入れて混ぜて食べたりして全然大丈夫なんですけれども、なるべく焦げないようにするために早めに早めに手を動かします。私もどんどん熱くなるたびに手の動きも速くなってきました。肩寄らないように皆さんまんべんなくいろんなところをこうに剥がすようにしてみましょう。手が熱かったら今みたいに手をかいたりします。疲れたらちょっと休む、休んだらすぐ固まってきた、またやる、と真ん中ぐらいの壁を取りました。ここに塊が出てきますね。あと一番床の方、ここに塊出てきますので、ずっと取っていきます。膨らむのを楽しみながら想像しながらやると今の作業も楽しいですよ。膨らむ膨らむ、あ、どんどんもっと塊が大胆に大きくなってきました。そしたらここに垂らす、どんどん膨らんできました。ここで皆さんコツポイントですね、続きます。だいたい卵の塊が8割ぐらい固まってきたな、なんかプリンプリンになってきたなと思ったらそこから弱火するんです。このぐらいになったら結構塊多くなりましたよね。このぐらいになったら火を弱火にしていきます。弱火にしてどんどん上がってきますけれども、ここで皆さんにちょっとおすすめがあります。こういう深いお茶碗があると助かります。これをここにはめていただくともっと膨らみますので、カラスボールでもいいです。皆さんが普通にご飯食べるお茶碗でもいいです。この入り口にぴったりなるものでいいですので、こういう感じで蓋をしてて1分とか1分半ぐらい待ちますけれども、ちゃんと印を出してくれます。それは皆さんここからピー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 音しますので、音もすると煙もここに湯気も出てきますので、そのぐらい、ああ出来上がりなんだと思えばいいと思います。見えてきました？私の目から見えてきました。少しずつ煙がプン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 出来上がったよって言ってくれるので、ここで火消します。で、少し蒸します。30分ぐらい蒸せば大丈夫と思います。じゃあ皆さん開けてみましょうか。ちょっと熱いので私はいつもタオルとかでやってます。ちょっと怖いんですけれども、皆さん見てください、こんなに膨らんだふわふわで美味しいケランチムができました。よく見えますか？じゃあ私また持ちますね。このぐらいになればもうちょっとね膨らんできますよ。じゃあこうになったら皆さん上にちょっとだけやっぱり韓国っぽく唐辛子を少し垂らしたら可愛くないですか？あと好みで味付け海苔とかも少し上にトッピングするともっと美味しく見えます。これで膨らむケランチム完成です。